はい、コルマです。というわけで今回はじゃじゃーん、1万円分携帯に入れ込んでみた。1万円分ありますが、これディズニー行った時に心くんが誕生日プレゼントとしてもらった分です。今まで心が、まあ、課金ちょっとしたこともあるけど、それはな、パパとかママがこれに入れるからねって言って決めてからやってた分だね。今回はもう心が誕生日プレゼントしてこれあげた分なので、心くんが好きにどれに使うって言ってください。で、何入れるん？にゃんこで、今、プラチナチケットっていうやつがあって、それを入れたいと思います。全部入れちゃう？オッケー。やばいやばい。では、今、ね、背景にゃんこなってると思いますが、これに全部入れる。この猫缶が増えんねんな。プラチナと猫缶？うん、オッケー、じゃあちょっと入れるわ。待ってくれ。お金でプラチナを入れるから、うん、はい、じゃあ買っていきたいと思います。で、一応これ心くんの携帯端末となっていますが、一応パパの ID、Apple ID かな、使用していますので、じゃあパパのにお金が入って、で、そこからパパの、まあ、パスワードとか入れて買うようになるからね。まあ、ちゃんとパパが確認していますので、まあ、子供が勝手に買っているっていうことではありません。はい。あ、これが欲しいん？いいよ、じゃあこれ買おうか。うん、オッケー。じゃあこれ購入するでいいねんな。うん、はいはい、購入済みなりました。へえ、オッケー。はい、ほら、オッケー、オッケー。はい、で、猫缶買うの？あと入れたら9000円残ってるから、9040円かな。いいよ、下買っても。下？うん、買えるん？もう、足りん分はパパが出してあげよう。いける、誕生日やからな。お願いします。はい、猫缶見てください。4026。はい、もう全部やったからね、全部入れたからね、ね、にゃんこに。なんだか好きなゲームやからな。これじゃあガチャ回すの？回すの？うん。じゃあどうぞ、お好きにしてください。今ね。うん。10連が、11連。さっきのプラチナは？プラチナ？いや、そうや。チケットくれ。買ったんやろ、今。お金もやばいことになってるもんな。ほら。SP も。確定やろ、引きいな。あ。いきます。はい、誕生日プレゼントや。あれ見せんでいい？見せんでいい、うん、あ、録画されてるっていうか、いくぜー、いや、当たれ。はい、誕生日は、うおー、あー、これか。いいやん、これも結構いいよ。龍騎士バルス、めっちゃかっこいいやん。これもめっちゃ持ってる。すぐに使うでいいんじゃん。うん、すぐに掘る。やった、衝撃だよ、ゲット。花田幸村や、下はお前が刑事やん。桜をパーンやるやつやん、うん、これ。パパはそっちの方が好きかな。織田信長、これでも弱いし、織田信長長って、うん、これも強さ。武田信玄やん、武田信玄狙っていきたいな。風林火山やで、伊達政宗、上杉謙信、これやばいやばいやばい。そっちの方がいいんじゃん。パパそっちの方がかっこいいから好きやで。よし、こっち行こっか。行く？こっち行こっか。ちょっといいよ。10連11連あ、プラス1回あるの。うん、今は750回で引ける、うん、で、何個あるん？4026。やばいやばいやばい、26個から4000増えた。やばい、いくで、いくで。いいよ、いいよ、こいこい。おお、すごい、11、11個11個あ、これはもう持ってる、これはもう持ってる、持ってる、持ってる、
次。あ、これももう持ってる、これも持ってる。まあ、レアやからな、うん、この辺はな。レアは超当たりやすい。はい、はい。おい、おい、どんだけ食んねん。2回目か。あ、パパ持ってるやつやん、それ。これ、エステやろ。取ったか。パパ持ってるやつ、それ。猫エステ。うわ、こいつは持ってないぞ。これは持ってないぞ。猫バサミ。こいつは持ってますー。猫サーフィー。猫サーフィー。うわ、来たー。俺が欲しい言うとったやつ、完全に完璧に1回で当たった。風林火山武田信玄。うぅー。まず1体目、人魚。あ、これはもう持ってないの。猫に魚？ん？違うか。次、猫目心じゃないわ。ぴょんぴょんや。猫ポッピング、ホッピングか。持ってないやつか。見たことあるだけか。はい、これ持ってるっけな。持ってたわ。猫ジュラ。お、これは持ってないぞ。いいよ。これは持ってないぞ。猫菩薩。おお、一個だったな。はい、2回目。行くの？2回目。いや、行け。今100万 SP プレゼント。よし。あと、これと1回か。行くぜ！衝撃リアクション！これは持ってない。これ持ってるやつか、これ。猫。あ、パー持ってる。パー持ってるよ。あんな持ってるよ。え、持ってた？2位ついてないよ。どんどんいて。あ、これは持ってる持ってる持ってる。はい、これも持ってる持ってる持ってる。あ、これも持ってる持ってる。さだめ。多いな。こいつも持ってる持ってる持ってる。レアなんか多いな。こいつは持ってないから。持ってなかった。もうこいつ持ってたっけな。持ってたわ。いけよ。持ってなかったわ。何それ、前田圭じゃん。いいな、トラのやつやな。いいな、桜桜のやつ言うとったやつやん。めっちゃ当たりやん、今回心。うん、2回とも当たりが出てるって、うん、これも持ってなかったっけな。持ってないな。これさっきも出た、これさっきも出た。100万。やった。うん、お金が多すぎ。でも育てなあかん分増えたからな。 あと何回いける。あと1回いけるん。いや、あと12連か。残しとったら11連だけして1連残しとくか。うん、いきます。最後の1回、超激レア2回上がってくれたら嬉しい。猫菩薩ね、まずこっから上がっていって、超強いやつが出てくる時もないんかいね。サイキック猫、猫ガンマ。めっちゃ多いな。猫菩薩多いな。これ持ってたっけな。猫ロッカー。2体目でもいい、強いから。2体同じのって一緒にできるん？いや、レベルが1個無料で上がる。あ、そうなの。うん。あー、これも持ってないよ。いいよいいよ、持ってないやつは嬉しいよ。これどんだけ出てるん。本当さ、お兄さん。猫アーチャー。あ、電気ノマズ。電気ノマズみたい。猫フィンシング。100万。終わり？終わり。マジか。まあでもいいやん、2体はいいの当たったんやろ。で、1個レベル上がるんやろ。うん、最高やん。1個無料でレベル上がるのが嬉しいなあ。はい、というわけで今回は
衝撃がいっぱい当たってすごかったな。じゃあ、あんた誕生日でよかったね。や、うん、僕誕生日でよかった、本当に。1万円も入れて、ギー1万円ちゃうで、プラスアルファあるで、パパの。賢いお兄ちゃんになってください。はい、お友達の話からはグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回までお仕送り育てるぜー。